はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、飲むほど脳が壊れてしまう危険な飲み物についてお伝えしたいと思います。で、脳が壊れてしまう飲み物を飲んではいないでしょうか。そんな怖い飲み物ね、私は飲んでませんっていう方がほとんどだとは思うんですけども、実はですね、この飲み物、かなり多くの方が飲んでしまっているものなんですよ。そのためほとんどの方はもうですね、すでに少しずつ脳が壊れてしまって、そして脳の機能がどん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 失われてしまっているんですね。そこで今回はこの脳が壊れてしまう飲み物について調べた研究報告についてお伝えしますので、脳を守って認知症を防ぎたい方は必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。で、この脳が壊れてしまうということなんですけども、これは脳の組織がですね、少しずつ壊れてしまっていった結果、しぼんでしまう脳萎縮という現象のことなんですね。で、脳が萎縮、つまり縮むように小さくなってしまうという現象で、これは様々な原因で起こってしまう現象なんですね。で、脳が萎縮する原因としては、加齢であるとか、脳の外傷や脳血管障害、アルツハイマー型認知症などの病気があるんですが、今回ご紹介するある飲み物でも実は萎縮してしまうんです。で、じゃあですね、このどうやって脳がね、その萎縮したのか萎縮していないのか見分けるかというポイントなんですけども、こちらがですね、脳が萎縮してしまったという画像なんですが、この右側が正常な脳で、左側が認知症の方の脳なんですね。で、正常な方の脳に比べて認知症な方の脳の方が黒い部分が多いことに気がつくでしょうか。真ん中のね、真ん中というか中のその黒い部分ね、認知症の方の方が大きいですし、認知症の方、この白っぽい外側の部分が頭蓋骨なんですけども、これ脳をね、頭を輪切りにした図ですので、周りの白い部分が頭蓋骨なんですけれども、その、さらに内側にですね、脳との隙間が黒くね、広くなってるじゃないですか。で、脳のその溝があるんですけども、その溝も結構分かりやすくなってますよね、こっちの画像の方が。ですから、これが萎縮しているという状態なんですよ。黒い部分というのは液体の部分なんですけど、この液体がその黒く映りますので、つまりこれはその脳がね、縮んでしまった結果、その白いね、白く映る脳の部分が減って、黒い水の部分が強く映ってるよということなんですよ。だからこれがしぼんでいるということの証明なんですよね。で、脳がね、萎縮すると脳の機能が失われてしまっていくわけですから、記憶力が低下したり、集中力が低下したりと、もうどん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 脳が弱ってしまって、そして認知症になってしまうんですよね。ですから、できるだけ脳が萎縮しないように気をつけたいところなんですけども、脳血管障害やアルツハイマーなどの病気、あるいは脳の外傷などを防ぐっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。脳血管障害ね、なりたいと思ってなるわけじゃないですし、意識的にね、じゃあ脳血管障害にもうなる瞬間に、はっはって止めるとか、そんなの難しいじゃないですか。で、アルツハイマー病にね、ならないように、じゃあ気をつけますなんて気をつけても、いつかその知らない間にね、なってしまうものですから難しいですよね。で、脳の外傷ということは頭部の外傷ですから、これを防ぐってのもね、やっぱりこけたりとか、そういった時ですから難しいですよね。だから結構これを予防するってのは難しいんですよ。じゃあですね、あなたができることが何かというと、加齢、老化を抑えるということができる努力の一つではあります。今ですね、様々な研究報告から、老化のスピードというのは人によって違いがあるということが分かっていますので、食事や運動、生活習慣などで老化を抑えるということは大切ですよね。ただですね、もっと大切なことが、今回ご紹介する脳を萎縮させてしまう飲み物なんですよ。というのも、老化を抑える、ね、方法をいろいろやるよりも、これを飲まない方がかなり効果的だからなんですね。で、じゃあですね、この脳を萎縮させてしまう、脳を縮めてしまう恐ろしい飲み物、これが何かというと、アルコールなんですね。つまり簡単に言うとお酒です。例えばビールとか焼酎とか、日本酒とかウォッカとかね、ウイスキーとかハイボールとか、いろいろありますよね。なんだっけ、甘い、カクテルとか、カクテルとチューハイとかね、こういったものがあるんですけども、こういったお酒全般が脳を縮めてしまうということなんですね。やはりね、アルコールというのは体に悪いものなんですけども、脳にも非常に悪いものなんですね。で、このアルコールと脳の萎縮に関する研究報告なんですが、これはイギリスオックスフォード大学からの報告になります。
で、この研究ではですね、イギリスの 25,378人を対象として、自己申告による飲酒量と MRI スキャンによる脳の大きさと健康状態、そして記憶力テストなどからデータを分析したんですね。まあ、つまり、その飲酒量をですね、自分でその申告してもらって、私は2合飲んでますとか、2合とかじゃないですけど、まあ、そのぐらい飲んでますとかね、私はこのぐらい飲んでますっていう飲酒量を聞いて、MRI というですね、まあ、さっきその画像で見てたのは CT なんですけども、あんなその感じでその、画像、頭を、ね、輪切りにした状態で観察できるという機械があるんですよ。で、その MRI を使ってその脳をね、調べてみて、で、その脳の大きさを見て、そして健康状態とか、で、記憶力テストも行って、で、そして脳のね、その容積がどれぐらい失われているとか、その機能がどれぐらい失われているとか、アルコールとの関連性を比較したんですね。で、この結果どうなったかというと、1週間あたりのアルコール量が多いほど脳の灰白質の密度が低くなる、まあ、つまり脳が萎縮するということが分かったんですよね。ですからアルコールをですね、飲んでる方は脳がどんどん萎縮してしまうリスクが確実にあるということが分かったんですよ。で、しかもですね、飲めば飲むほどこの脳がですね、どんどんしぼんでしまうスピードが速くなるということも分かったんですね。まあ、だからアルコールをね、飲んでいる方はね、脳がもう絶対に萎縮してしまうリスクがあるということが分かったんですよね。で、しかしですね、さらに恐ろしいところはそこではなくて、この結果はですね、アルコールが何ミリリットルからその何ミリリットル以上を摂取した場合に脳が萎縮するという条件ではないんですよ。これはアルコールの量が多いほど脳が萎縮するという結果なんですよね。ですのでアルコールはですね、どんなに多少であっても少量であっても脳を萎縮させてしまうということが分かった恐ろしい研究なんですね。でよくですね、アルコールを飲む方の中にはお酒はね、適量だったらむしろ健康にいいから百薬の長だからいいんだよと、例えばビールだったら 350ml ぐらいだったらね、もうこれは適量だし、日本酒だったら1合ぐらいだったらね、もうこれはもう適量のお酒だから、もう薬と同じだから大丈夫なんだよなんていうね、その言い訳をする方が結構多いんですけども、そうではないんですよね。この今回の研究結果によって、実はですね、お酒には適量なんてなくて、一滴からでもリスクが増えてしまうという健康にとってマイナスでしかないという危険性というのが分かったんです。だからアルコールって絶対ダメなものなんですよね。いかがですか？あなたもですね、アルコールを飲む習慣があるのであれば、この結果で結構怖い結果だと思いませんか？だってですね、アルコールね、毎日あなたが飲んでるあのアルコールですよ。あれが脳をしぼませてるんですよ。脳をどんどん破壊しているわけですから、脳の その細胞がね、減っているわけですから、結構怖いですよね。で、じゃあですね、このどのくらい脳が萎縮して減ってしまうかなんですけども、この減少量は最大で 0.8% 減少しているということなんですよ。そしてさらに高血圧とか肥満などの基礎疾患がある場合、アルコール摂取による脳の萎縮量が多くなってしまうということも分かったんですね。まあ、だからその脳のね、灰白質という部分が最大で 0.8% 減少するよと。で、さらにですね、高血圧であるとか太っている人はアルコール飲めば飲むほどその加速度がどんどん増してしまって、もうどんどん脳がしぼみやすくなってしまうよということも分かったんですね。で、この 0.8% ってどのくらいかなと少なく感じる方もいるかもしれませんが、この減少量って実はですね、他のですね、原因、脳を萎縮させてしまう原因よりもかなり影響が大きいそうで、例えばですね、喫煙であるとか肥満などのね、脳の萎縮に関連している他の要素も、あることが分かってるんですけども、これと比較した場合、アルコールによる脳の萎縮量というのはほぼ4倍にも上るという結果だったんですよ。ですから、それだけアルコールというのは脳を破壊してしまうという恐ろしい飲み物だということが分かったんですね。とても恐ろしい結果ですよね。まあ、アルコールってね、その脳に直接その届いてしまって作用してしまうものですので、やっぱりその影響というのはとても大きいんですよね。ですから、今ですね、アルコールを飲む習慣があるあなたは、できるならアルコールをやめるべきなんですね。でもですね、なかなかね、完全にやめるというのは難しいという方結構いらっしゃると思うんですよ。付き合いがある方もね、いらっしゃいますしね。だからそういった方は、飲む日数だったり、飲む量を減らすべきですし、アルコールの度数が、できるだけ小さいものを選ぶなどの工夫をすることが必要なんですね。
でここでね、その今ウイスキーを飲んでるからと、今焼酎を飲んでるからと、日本酒飲んでるかとか、まあ、そのアルコール度数が高いものを飲んでるから、じゃあビールだったらね、そのアルコール度数 5% ですから、もうたくさん飲んでもね、これだったら大丈夫でしょうなんて考えたらいけないんですよね。大切なのはお酒に含まれているアルコールの総量が多すぎないことですから、いくら度数を下げたとしてもたくさん飲んだら意味がないですからね。ですので、例えばですね、今ビールを1日に2缶飲む方であれば、1缶にするとか、まあ、例えばその 500ml のね、ビールを飲んでる方であれば 350ml にね、減らしていただくとか、ストロング系といってですね、まあ、アルコールがとても強いそのビールとかチューハイもあるんですよ。あのビールだったら 9% とか、まあそのチューハイでもね、9% とかあるんですけども、こういったストロング系を飲んでる方であれば、普通の度数のものに変えていただくとか、あるいはですね、毎日飲んでいるという方であれば、週に4回だけにして休肝日を作るとかですね、まあ、1週間あたりの摂取アルコールをできるだけ減らすという努力が必要なんですね。こうすることであなたの脳を守ってですね、縮むのを防ぐことができますので、抑えることができますので、ぜひ考えてみてください。ということで今回は、飲むほど脳が壊れてしまう危険な飲み物についてお伝えしました。で、アルコールはですね、今回の研究のように、認知症を作るだけではなくて、がんを作ってしまったり、肝臓を壊してしまったり、太ったり、老化を早めたりと、健康面で非常に大きなダメージを与えてしまうものなんですよ。まあ、ですので、今はね、何も症状がなくてね、お酒を好きなだけ楽しめたとしても、そのアルコールがですね、一滴でも多いほどあなたの健康を奪ってしまって、悪い未来の方へ近づけていってしまいますので、ぜひ早いうちに控えるようにしましょう。で、私の別の動画ではですね、アルコールよりも危険なノンアルコールビールは飲まないでという動画であるとか、糖質オフのアルコールでも 34% も太りやすくなる3つの理由という動画、そして1日ビール1杯のアルコールでがんリスクが上昇するという動画もありますので、ぜひ次はこちらの動画を下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容が少しでも役に立ったなというふうに思っていただいたら、動画を作る励みになりますので、ぜひ今回はチャンネル登録と高評価で応援をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。